はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、楓さんちへようこそ。キャンプ動画といっても、まあ福井の勝さんだったり、孫にこみちんさんの、キャンプ動画を見ることが多くて、その他の女性のキャンプ、ソロキャンプやっていたりとか、ひろしさんのキャンプとかね、をまあ見てるかっていうと見てないんですけど、もうほとんどこの非公式の、ウーム非公式のキャンプ部しかほとんど見てないんですけど、まあやりたいかというと、めんどくさいからやりたくないっていう感じですかね。自分で用意するのはもう本当に面倒なんでやりたくないんですけど、まあ、人が用意してるのところを、まあ、行くっていうのは、大歓迎っていう感じなんですけど、まあ基本的に防災の観点っていうか、そういうので見てしまうことが多いかな。焚き火なんかもね、まあ夏でも暑いけど、火があったらあったで、まあ安心しあったりするし、まあなんかね、お腹空いたらそこでなんか焼けるしね、野菜とかがあれば、焼いて食べて美味しいものがあれば、焼いて食べて、で、お餅なんかもあればお餅で焼いてね、食べて、てるし、あとお湯とかね、沸かせられる状態だったら沸かせられるしね、夜間とかあったら、まあまあほとんど見て楽しむだけですね、やろうとは思わない、まあテントとかもね、ちょっと欲しいなとか思うけど、まあそれもほとんど防災の観点からで欲しいなっていう感じなんで、がっちりがっつりやりたいとは思わないかも。知れません。はい。でも本当に大変そうな、すごいなと思うのは、本当に一人で、その思いつきのようにって言ったらね、怒られるけど、よし行くぞっつってバイクとか車で行って、河原とかでやってるのがすごいなと思って。まあ河原はね、本当は行けないんだろうけど、まあすごいよね。それでさ、ひろしさん山買っちゃったもんね。まあ自分の山だからっていうので切り開いて、まあミニミニキャンプ場じゃないけど、そういう風に多分してるんでしょう。見たことないけどすごいなと思って、まあそこまでして、そこまでしてっていうか、すごいな、のめり込みがすごいなと思って。私の場合、熱しやすく冷めやすいとか、本当に浅く広くな知識なんで、まあまあ、どうしようねっていう感じですね。まあまあ、本当に見て楽しむだけですね、ほとんど。キャンプ動画って。車中泊なんかもそうかな。見て楽しんで、へーって言っているような感じで、そういうことがあるんだっていうのが、思うぐらいですかね。皆さんどうでしょうか。もしよろしければご意見いただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。これもお願いします。